今日は、2月の11日、ということで、この4連休で、待望の雪が降ったんですけど、予報によると、もう明日かな、明日か明後日ぐらいから結構な感じで雨が降っちゃうみたいなんで、せっかく降った雪がまたなくなっちゃいそうということで、急遽、滑りに行こうということで朝から出発してます。今日はね、めちゃくちゃ久しぶりに兵庫県に来ました。マリモとジョインディープフィルムのメンバーのマリモと合流して、兵庫県のスカイバレースキー場に行きたいと思います。もうすぐ着きます。ちょっと渋滞してますが、もう少し頑張ります。はい、ということで到着しました。マリモです。久しぶり。今日はね、マリモとスカイバレーとハイパーボールと8やっていきたいと思います。結構ね、雪思ったより多いですね。いい感じですね。ちょっとやっていきたいと思います。どこ行った？おお。イエーイ。おお。イエーイ。ハハ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 ハ。おーい、よっ、耐えた。はい、ということで午前の分終了して昼からです。朝だいぶね、体良かったですね。地形も面白くて、雪も良くて、かなり楽しかったです。昼から気温上がってきたんで、ちょっと遊び方変えてやっていきたいと思います。昼からも楽しんでやります。
パワーボール18滑ってきました。ね、初めてだったんですけど、マリモにちょっと案内してもらったりしながら、で、午前中はパウダー残ってたやつ滑って、昼からはね、結構気温も上がってきたんで、予報通り、迂回路とか入ったりとかして、まあ、結構壁にもしっかり雪ついてて、滑れたんで、楽しめました。まあ、ちょっとね明日からね雨降っちゃうってことなんでまた状況変わってくると思うんですけど、まあね大阪からも2時間半とかで着くんで、ねまたね来たいと思います。かなりね地形もこう起伏があってジャンプできたりとか楽しかったですね。はい、ということでまたねちょっと週末雨なんで、まあ、雪がどうかなってどうなっていくかなっていうところはあるんですけど、また降ったタイミングでねいいところに行って楽しんでねやれたらいいかなと思ってます。はい、ということで、夕方までに大阪に帰りたいと思います。ではまた。